はい、えー、ホワイトベース商品レビューのやつなんですけど最近商品レビューばっかで飽きたなーって思ってる人いますあの本当すいません <laughs> はい申し訳ないんですけどえーっとね今日やりたいのがあのこれえー、っと車の電源なんですよ僕あの長距離長距離自動車あー ドライバー的な人でもあるので、こういうですね、便利グッズをよく買うんですが、まあ、あので使えるものと使えないものがあるんですよ。それで、どれだっけな、これ、あ、これだ。これ、これ、これ。こいつです。これをちょっと買ってみたんですわ。あの、 まあそこそこする。はい。で、えー、ね、電源いろいろ使えるんだなぁということで、はい。これを買っちゃったんですよ。はい。これね、レビューが8件ってみると、えっ、ー、と、商品届いた の非乾燥車用のインバーターが欲しいとずっと探していていい感じだったので購入しましたインバーターを接続していてもシガーソケットが使えるように2ポートも付いていて 2.4A の USB ポートは4つコンセントの2つ車がい,いるならたいるなたら遠いのところいだからもう大丈夫ですね <laughs> これは日本人っぽいな えと以後遠く行っても充電も大丈夫です今月は新車を購入した携帯電話を充電のコンセントがない <laughs> 車,車インバーターを買うと思います <laughs> この一つを車に設置すると本当に便利です電源インバーターを自動車の電源ソケットに差し込んで装置を購入挿入して使用することができますえー、っとね なんかねあのーダメですとか <laughs> これはひどいですとか <laughs> あのーなんか言語が怪しいやつ <laughs> 自作自演っぽい自作自演っぽいやつはすごいなんかあのーこう高評価だよねこれあれはどっか行っちゃったあこれか。 ベストセ0レビュアーとか。あ、これは。これは普通の人なのかな。あ、でも、この、これは日本人っぽいですけど、すごい褒めてますね。ね、なんだろう。<laughs> まあいいや、茶番を、私のツッコミはこの辺にしてで。すごい軽いんですよ。で、あの、まあ、軽いからって、悪いわけじゃないんで。 で価格もそこそこだし、日本人の悪い癖です。そこそこの価格のものだったら別に悪かねえだろうと思ってですねあの、コンセントがちょっと使いたかったので、で USB も使うからっていうことであの買ってみたんですよ。結論はい、ダメ、ええでまあ、これ100式のね、あの100式カラーの限定の,あのガーバーのナイフをこれトルーパーズさんでこれ売ってるやつなんですけど、100式ナイフで。 これまずこのね、足のところのラバーを外すと、ネジが出てくるんで、分解しようと思う。はい。分解しながら何がだめだったか話します。まず、えっ、ー、と、これ、電圧表示がここにされるんですね。はい。で、これ、あのー、まずその電圧表示の表面のカバー、 剥が,がれた。剥がれたっていうか、普通にあの車内があの高温になるじゃないですか。で、それで、あの、なんか、ぬるって取れた <laughs>。で、これ多分、確かね、電圧表示だと思うんですけど、電圧表示がバグる。バグる、これ電圧だよね、だって表示してるの。えっと、知能ディスプレイだって。 知能ディスプレイスクリーン6.8アンペア。これ何なんだろうあの、何ボルトっていうのが出るのかなって思うじゃないですか。で、そうすると、あの、なんか、時々表示がバグる。バグる。変な表示になる。なんか、読めない数字が出てくる。なんか、桁が変わる。 で時々ボルトになるみたいな感じですね。はい、でしかも、そのボルテージの数字が、えー、変、変です。誤差がね、0.5ボルトぐらい、0.5ボルトから1ボルトに近いぐらい誤差が出る。うん、だから面白いことに、ここ,こで、 1 2 5ト出てるときに、ここから先のところで電圧測ると12.8出てたりするのね。開いてみたよ。なんか基板が入っているよ。うーんと。おおすごい。ぐらぐらする。えどうなってるのうわこれ何これ。これ。 ドブつけハンダかな,かなこれ取れないやつだ。えっとね、そう、それで何がダメかっていうと、もう一つが、これを指してると、電圧が下がっちゃうんですよ、車の。えー 0 5ボルトから1ボルトぐらい電圧が実際に降下してしまいます。でこいつ経由で、えー、ドラレコとかを刺すとあのー、さらに電圧が面白いほど下がる。うん、でこいつをつないでるだけでもやっぱり1ボルト近く下がるなんか。なんかあるっぽい。 えっと今開いてみたんですけどね、見てください、これのえと基板が取れないんですよ、これこ、れこうやって、なんでかっていうと、ここのコンセントのところの基板が、もうここ、くっつけちゃってあるんですね、このコンセントの基板と、と他のところの基板をつないでるのは、もうここのジャンパー線、このジャンパー線を上からこう、なんかハンダで覆ってあって、それだけで固定してる。 もうこの時点でっていうかだいぶやべえなっていうかこのこのね赤の線のね付け方もやばいよこれ見て見えるかなこれこれ完全にこうあの線が浮いてるっていうかう上をハンダがちゃんとこう覆ってないだからこれあの多分この線あの多分上向きに引っ張るとベリって剥がれますよやってみましょうか。 あやっぱ剥が,し剥がれちゃった <laughs> やっぱり取れちゃったほらちょっと浮かしたらベリって取れたちゃんとこうあの染みてないんですよここの線にで覆ってないからこれやばくねこれこれをこれに3500円出しちゃったよ俺やばくないこれねもう壊すよ どんどんどうしてもねこの中で中の基板外してでも,もうこれ使わないから絶対使わないだってこれつけるとこれつけて車止まりそうになったもんねなんか変にあれしてもうこうっ切ってやるこういう時にこうナイフで切るとねなんかあのかっこいいっぽいよね本当はニッパーとかでバツバツやった方がいいんでしょうこれ ナイフでグリグリリやっただけていうかこれなええマジここの基板とこの基板がさっきあのー、見えますかこの2つのジャンパー線でついてるって言ったじゃないですかこれジャンパー線じゃなかった2つの基板の間をこのハンダで持ってブリッジしているだけで反対側見ますはいで これが1 0 0トにこう昇圧するところだと思うんですけど怖っこん,こんなんすよ僕ね弱点わからないけどこの程度のトランスじゃ無理だと思うんだけどど,どうだろうなんか容量的にというかもっと大きいのついてますよね普通これで正しいんですかすいませんご存知の方これで正しいのかどうか助言してください で、さっき言ってたところここにこのハンダ基板このハンダ2つあるんですがこれが1 0 0ト電源の出力でこれがこうなってたんですよこういうふうにでこの1 0 0ト電源の出力これがこっち側に対してまあ、こうなる形でつながってたんですねで、ででこれは線でもなんでもなく だけだからナイフでグリグリってやったらパキッて割れたで取れたこれすげえななんで俺こんなの買っちゃったんだろう見た目が頼もしそうだったのかないやあの 100V の電源結局使ってないんですよ実際これまず USB を挿した時点で表示がなんかおかしくなって 一応 USB のものは動いてたんですけども、なんか怖くなって抜いて、で、シガーソケットを挿して作動させたものもの,の、なんかバッで電圧が落ちて、なんかあの回転数がこんなんなっちゃって、やめて、っていうものでした。はい。これは、これはあの、なんか正常に作動はしてるんですけど、 うーん何なんですかねこのクオリティこれこれダメっすね、はい、安物買いの銭しないもいいところっていうのが分かったのであの転んでもただでは起きぬということでただ、まあ、で起きるんですけど皆さんに見せて、えー、お喜び面白がってもらえればなと思ってあのぶつけ本番で分解してみたところ 予想以上に素人の,この電光素人の僕でも分かりやすいぐらいのダメっぷりのプロダクトでえございました。はい。というわけで皆さんのカーライフのお役に立てたのかななかんないですけど <laughs> これいる人いる <laughs> いないでしょうこれはさすがにこれはさすがにいないだろうな。まああのー、ねえ 高額のために面白いからこれちょっと欲しいっていう人がいたらあげ,あげるけどまあプレゼント企画じゃないですからねはいというわけでこのソケットも安っちいよなこれこんなん1000円でも買わないよねダメだこりゃダメだこれ,やダ,メだこれダメですダメすぎたニンニン 終わり